打ち上げまで20秒を切っています。今リフトオフしました。 H2A ロケット H2A ロケット48号機がまばゆい光を放ちながらゆっくりと上昇していきます。今バリバリという音が聞こえました。リフトオフから数秒遅れてバリバリという轟音が鳴り響いています。体の芯に響くものすごい轟音です。大量の白い煙を吐きながら宇宙に向かって一直線に進んでいきます。およそ1分半後に側面の2本の補助ロケットが切り離される予定です。雲もなくうまくいけば映像で届けることができるかもしれません。 H3 ロケット1号機が失敗した後 H2 見えなくなってきました。メインエンジンは液体燃料、そして側面に取り付けられている2本の補助ロケットは固体燃料です。肉眼で確認することはできませんが、もう間もなく、たった今補助ロケット2本が切り離されました。さらにこの後およそ30分後に所定の軌道で光学衛星8号機を切り離すことができれば打ち上げは成功となります。H3 ロケットの成功につなげるため、関係者たちもぜひ成功させたい思いの強い今年最初のロケット、H2A ロケット48号機が見えなくなりました。